え、めっちゃ光ってないこれ。いつも WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしています。今日はですね、磨きの動画をお送りしようと思うんですが、今日磨くものはこちらですね、メッキですね。メッキの部品、メッキの部分を磨く方法をですねご紹介したいと思います。で、メッキっていうのはですね、まあ、昔から車の部品として使われてるんですが、最近ですね使われてる部分が増えてるんじゃないかなと思っててですね、まあ、特にグリルですね。グリルが結構ガツンとこうインパクトのある大きいグリルの車が増えてきてですね、でそこにメッキが使われてるケースが多いんですね。であとはまあモールなんかは昔から使われてるんですけど、でメッキなんですが、まあ、ボディの塗装面と同じようにですね汚れやすいんですね、まあ、特にウォータースポットなんかが目立っている車も多いんですが、これ先ほどお見せしたメッキのパーツなんですけど、まあ、見ていただければ分かるようにですね、こんな感じで、ウォータースポットがありくすんだりしてます。こんなはずでは。でメッキの部分っていうのはですね、まあ、ボディと同じように、こうやって汚れやすいんですが、結構ですね、特にグリルとかだとこう最近はこうデザインも入り組んでるので、なかなかお手入れが面倒だなと思うんですよね。ですが、まあ、汚れはどんどん蓄積していきますし、まあ、ウォータースポットなんかどん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 ひどくなっていってしまうので、今日はですねそれをきれいにする方法をお伝えしたいなと思います。今日使用する道具なんですが、まずはマイクロファイバークロスですね。これを使います。それとコンパウンドですね、極細めのコンパウンド、これはいつもボディの磨きでも使っているコンパウンドです。この2つを使ってきれいにしていきたいと思います。でここまで動画をご覧になっていただいてですね、お気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですが、以前に、ドアハンドル周りの傷をきれいにする方法っていう動画を上げてます。まあ、今この辺にカードが出てると思うんですが、実はその時に使った道具と全く同じ道具を使って今日施工します。で道具についてなんですが、まあ、コンパウンドはですねメタル用のコンパウンドを使わないのとか、あとは、ポリッシャーを使わないのとかって思われる方もいらっしゃるかかなと思うんですが、このチャンネル誰にでも簡単に車をきれいにできる方法っていうことなんで、コンパウンドはですね、まあ、ボディ用のものを使い回すこともできますし、ポリッシャーがなくてもですね、特にグリーンなんかは入り組んでるデザインが多いので、まあ、手作業の方が逆にやりやすいぐらいかなと思いますので、今日はですねこの道具を使って施工していきたいと思います。ではこれから施工を始めていきたいと思います。さあ行くぞ。今ですね分かりやすいように、真ん中にマスキングテープ貼ってます。で特に、こっち半分ですねがウォータースポットだったりくすみがひどいので、こっち半分を磨いてこっちとの差をですね比べてみたいと思います。まずはマイクロファイバークロスにですねコンパウンドをつけます。量はですねもうこんなもんで十分ですね。まあ、この面積だと多いぐらいですね。これでもであとはもう手作業で磨き込んでいきます。くらえ。この時はですね、あまり強くこすりすぎると、まあ、ダメージを与えてしまうことにもなりかねないので、まあ、コンパウンドにはですね、研磨剤入ってますので、まあ、優しくですね、こう、撫でるようなイメージで作業されるといいかと思います。で、磨く目安なんですけど、まあ、これボディの磨きとかと同じで、コンパウンドはなくなるまでですね、こうやって磨き続けるといいかなと思います。もう艶が出てきましたね。やるじゃないか。たまにこう面を拭くところを変えて、
よし、ちょっと顔映ってる、こんな感じですかね。え、めっちゃ光ってないこれ。やった。反対はこんな感じ。せっかくなんで、ビフォーアフター、ビフォーアフターですね。全然違いますね。やるじゃないか。まあ手で軽くですね磨いただけなんですが、まあこれぐらいのくすみであればとかウォータースポットであれば簡単に綺麗になるので、腰もやな。ちょっとですね深い傷は取り切れてないんですが、本当はこういう深い傷はですね最初に、ペーパー当てたりして取ったりするんですけど、まあ、それになってくるとまだ若干ちょっと難易度が上がってくるので、まあ、今日はどなたにも実践していただける簡単な方法、とっつきやすい方法ということで、この方法で施工しました。ですがまあ十分綺麗にできますので、ぜひ一度ですねお試ししていただければと思います。はい、というわけで今日はメッキの部分の磨きの方法をご紹介しました。ボディ用のコンパウンドとマイクロファイバークロスがあれば今すぐですね簡単に取り組んでいただくことが可能ですので、もし今お悩みの方がいらっしゃったらですね、ぜひ一度お試ししていただければと思います。で、今日は紹介あえてしなかったんですが、今後はですねまあ、がっつりじゃないですけど、まあ、ペーパーからしっかり当ててより深い傷を取り除く磨きも紹介できればいいかなと思ってますので、そちらもご覧になっていただければと思います。みんな知ってるか？ WCWorks TV が電子書籍になったんだ。車を傷つけないことに徹底的にこだわった洗車方法を文章だけでなく画像や動画でも丁寧に解説している。自分の手で愛車をきれいに長く乗りたいと思っている洗車マンにぜひおすすめしたい内容になっている。動画概要欄に詳細情報を載せているから必ずチェックしてみてほしい。魔法のコーティング剤ザワンマジックもよろしく頼む。今日の WC クイズ、今日は久々に僕からの出題です。今日はですね動画で使ったこの部品ですね、この部品は何のパーツでしょうか？今日動画で使用したこの部品はどの車の何のパーツでしょうか？これがですね分かる方はなかなか、まあこの部品が使われている車のブランドですねが好きな方なんじゃないかなと思います。正解は動画概要欄の一番下に載せてあります。それでは今日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。もしこの動画が気に入ってですねチャンネル登録をしていただけたらとっても嬉しいです。動画だけではなくですね、ブログやツイッター、インスタもやってますので、よかったらフォローしてみてください。その辺の詳細も動画概要欄の方に載せてます。ではまたお会いしましょう。さようなら。